中国軍無人機がついに金門島で撃墜されたとの情報をキャッチしました。今回はこの中国無人機撃墜を詳しく見ていきます。これまでは石を投げて応戦していた台湾軍ですが、蔡英文総統が方針転換で撃墜。日本も中国の偵察機を撃墜すればいいのに。2022年9月1日、台湾軍は、台湾が実効支配を継続中である、金門島周辺の領海上空に侵入してきた、無人航空機1機を撃墜したと発表し、これまでも発生していた、同様の行為に対して、火器を用いた対処が行われたことが明かされた。今回撃墜された、無人航空機については、台湾側、中国側ともに、その機体が、どこの組織に所属するものであるのかについては明言してはいないが、中国側の民生品で、中国軍の指揮下にあるものではないと考えられている。いずれにせよ、この無人航空機は、金門島周辺の志々島上空に飛来したものであり、これまでも、こうした金門島周辺の空海域には、複数回にわたって、中国側の無人航空機が侵入していたが、台湾側は、火器による攻撃は自重していた。しかし、中国側のインターネット上には、こうした台湾側の判断を逆手に取ったかのように、そうした無人航空機を使用して撮影されたと、おぼしき動画が流布されており、台湾側が対処を強化したことが伺える。それまで金門島に配備されている台湾軍部隊には、こうした無人航空機の接近を受けても、火器による反撃が許可されていなかったため、当該の部隊の兵士たちが、投石等の原始的な手段によって、これを遠ざけようとしていた。そうした台湾軍兵士の様子すらも、無人航空機によって動画が撮影されており、その映像は、中国側で、やはり、インターネット上に公開され、る、など、台湾側から見て、極めて悪質な挑発行為が、幾度となく繰り返されていた、状況だった。こうした、状況や、2022年8月上旬に、台湾本島の周囲6カ所もの空海域で、大規模な軍事演習を敢行した中国に対し、台湾側も危機感を募らせ、ついに、8月30日に、蔡英文総統が、今後は、撃墜も含めた措置を辞さないと、方針を示した直後だった。中国大陸から、志々島はおよそ 4km、金門島は、最も近い部分で、道およそ 2.2km しか離れていない、場所に浮かぶ小島であり、民生品の無人航空機といえ、土曜日に接近し得る距離にある。そうした地理的、物理的な環境もあり、金門島周辺の空海域には、こうした中国側からの無人航空機の飛来が継続されてきた経緯があるが、現地に配備された部隊の兵士や自国民の士気を鑑みて、火器の使用に踏み切ったと言えそうだ。今回の無人航空機の撃墜について、台湾側は、ちょいかなる火器を使用したのかは公表しておらず、機関砲のような対空兵器なのか、兵士個人が携帯するような機関銃や小銃などの消火器であるのかも分かってはいない。しかし、個人的には、当該の無人航空機が民生品とみなされていることや、あまり大火力の火器を使用して中国側にいらぬ反撃の口実に用いられぬように、兵士個人が携帯するような種類の消火器であったものと推察する。ただし、台湾側も、蔡英文総統からの直接の指示とはいえ、何も、無条件で、このような無人航空機の撃を行ったわけではなく、前々日の8月30日に、同様に飛来した複数の無人航空機に対しては、弾丸を命中させない、
警告射撃に止めている。今回初の撃墜となった9月1日の無人航空機に対しても同様で、一旦は警告を発し、台湾側の空海域から出るように促したものの、この警告に従わずに飛行を継続したことからやむなく火器を使用した排除行為に及んだとされている。こうした動きについて、中国側では外交部が自国のスタンスを示す言動を行っており、その内容は、かいつまんで言えば、中国の無人航空機が自国の上空を飛行しただけであり、そこには何の問題も存在しないとするいつもの見解である。現中国共産党政府は、当然のように台湾を国家とは認めていないことか。そもそも台湾とは中国の一部である省に過ぎず、そこに国境内戦を経て不当に立ってこもった当時の国民党が今も反乱を継続しているだけという理屈を唱えている。中国共産党の配下にある大手メディアの一つに環球時報があるが、同紙で特約評論員を務める人物は、今回の台湾側による無人航空機の撃墜の報を受けて、台湾側が発砲を行ったのだから、中国側も同様の行動を行うべきとコメントしている。台湾側がこれまでは自重を重ねていた懸念そのままに、中国側では台湾への武力行使を匂わせる脅しを、こうしたメディアを通じて流布させており、露骨にその実行を正当化する口実に利用しようという、意図が滲んでいる。こうしたメディアを通じた中国側の誘導は、自国内では功を奏しており、中国側のインターネット上には、先に攻撃を仕掛けてきたのは台湾側なのだから、中国側が武力行使を思い止まる理由など、どこにもないといった意見が噴出している。まあ、中国のインターネット上の意見など、中国共産党の考えに反す。る主義、主張など立ちどころに削除されてしまうわけで、どう転んで。も、台湾側に対する強硬なものしか残らないことは、分かりきっていることと。言えばそれまでではある。台湾問題が複雑であるのは、台湾の政府自体が、自らを国であると主張。してしまうと、中国共産党側に絶好の軍事侵攻の口実を与えてしまう。うという危惧から、あくまでも今の形での存続を貫くしかないと言。う点にあると思える。この点においては、今まさに継続中であるロシア・ウクライナ戦争の渦中にあるウクライナと異なり、同国がロシアを除けば、大半の世界の国々に、少なくとも主権を有した国家であると認識されていることに比しても、台湾は困難な立ち位置にある。そうした世界的な状況を踏まえた場合、未だ武力によって中国が台湾を制圧することは、軍事的には困難と見られては入るものの、一度、それが現実のものとなったと仮定すれば、周辺国が台湾を支援する行動への法的な根拠は薄いと言わざるを得ない。ちなみに前述したように、今回の無人航空機の件で注目を集めている金門島は、わずかにおよそ 2.2km ほどしか中国大陸から離れていない場所に位置するため、これまでに台湾と中国との間で実際の武力衝突が行われた経緯もある。この最初の戦いはコネイトウ戦役と呼ばれており、1949年に
共産中国が中国大陸から国民党の昇華遺跡一派を追い出し中華人民共和国を成立させたその年に行われた武力衝突のことである。1949年10月、中国軍は金門島の一つである大金門島の北側の4カ所に上陸し、島島を占拠しようと試みたが、重火器のよう陸が不十分だった中国軍は、駐留していた台湾軍の砲撃によって重大な損害を被り、目的を果たせなかった。このコネイトウ戦役では前述したように、中国軍は重火器をほとんど装備していなかったため、台湾軍が保有していたアメリカ製の M5 軽戦車の攻撃になす術がなく、軽装備の歩兵は撃退されてしまった。こうして、金門島への上陸作戦が失敗に終わった中国軍は、その9年後の1958年8月に、今度は、道東及び金門島の西前、対岸からおよそ450門橋を使用した砲撃を行い、この戦闘は、金門砲戦として記録されている。この金門砲戦では、台湾軍の金門防衛司令部の副司令が落命したのをはじめ、同軍は400名以上の死傷者を出したが、アメリカ軍の援助を受け、榴弾砲が供与されると、中国側の損害も増し、1958年10月には、事実上台湾が守り抜いて、終結し現在に至る。